はい、こんにちは。このビデオは和歌山県中部の有田川町というところにあるみかん畑の中を通る細い道を車で走った時のドラレコの映像です。これ撮ったの去年の5月でして、もうみかんの収穫が終わった後なんですよね。なのでみかんは出てきません。すいません。ですが、フッタイジはなかなか面白いと思うんで、ここにシェアしたいと思います。この道の幅なんですけども、だいたい 1.6 メートルから 1.7 メートルぐらいですね、平均すると。この辺一帯が有田みかんという和歌山県の特産品で、昔から知られていることは皆さんご存知だと思うんですけども、有田川町っていうのはしばらく前に吉備町、金谷町、清水町っていう3つの町が合併してできたんですね。でそのうちの清水町っていうのは、あの有名な荒木島の棚田があったりだとか、あと源平合戦で負けた平家の落ち武者が逃げてきて住んだとこだったりとかして、そういうことでも知られた土地です。これはみんな温州なんかな。ここら辺はこれは持ってでこ根性。あ、そう、今のおじの声なんですけどね、さっき映ってたのはデコポンという品種の木らしいです。おやら、もう葉っぱ見ただけでわかんのかな、種類。この木の葉が見たらわかる。あ、そう。これは八作やね。ああ。これはみかんだね。ああ。だから。ああ。この石壁がね、またええ感じでしょ。これに映ってるみかん畑っていうのは、たまたま住宅のあるところに一緒にみかん畑もあるでーっていうやつなんですけども、みかん畑って大抵こう山の斜面に作ってるんですよね。で、それもちょっとお見せしたいので、携帯で撮った映像をどうぞ。はい、では再びドラレコ映像いきます。しかし、おい。あの狭いな。狭いですね。いや狭いなって。ここ知らんかったんかい。